マルコム・モーゼス・アダムズ・ブログドンは、アメリカ合衆国、ジョージア州アトランタ出身のプロバスケットボール選手。NBA のインディアナ・ペイサーズに所属している。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。ジョージア州の高校から2011年に、バージニア大学に進学。2011から12シーズンは27試合で起用されるも、翌2012から13シーズンは、足の負傷で、 シーズン前級。2013から14シーズンは、負傷から立ち直り、平均12.7得点5.4リバウンド2.7アシストを記録。2014から15シーズンはさらに数字を伸ばし、平均14得点を記録し、ACC のファーストチームと最優秀守備選手賞を受賞した。NBA 入りに向けてのアピールをするために、5年生までプレーした。 2015から16シーズンは平均18.4得点を記録し、2年連続のファーストチームと最優秀守備選手賞に加え、同カンファレンスに最優秀選手賞も受賞した。2016年の NBA ドラフトで36位でミルウォーキーバックスから指名され、7月30日に契約した。2016から17シーズン開幕からシックスマンとして、 チームに貢献。12月31日のシカゴブルズ戦では、負傷のマシューデラベドバに代わり先発で出場し、15得点11、リバウンド12アシストを記録し、初のトリプルダブルを達成した。以降先発に定着し、チームのプレイオフ出場に貢献。75試合で平均26.4分に出場し、 10.2得点2.8リバウンド4.2アシスト1.1スティールを記録した。リーグ史上初のドラフト2巡目指名選手の新人王に輝いた。2017から18シーズン、2018年1月22日のフェニックスサンズ戦で自身初の30得点以上となる32得点を記録した。2月1日のミネソタティンバウルブズ戦で、 左大体4頭筋の剣を部分断裂し、その後30試合を欠場した。このシーズンは48試合で平均29.9分に出場し、13.0得点3.3リバウンド3.2アシスト0.9スティールを記録した。2018から19シーズン、2019年3月15日のマイアミヒート戦で右のかかとを痛めて、その後も プレーオフも含めて21試合を欠場した。このシーズンは先発に定着し64試合で平均28.6分に出場し、15.6得点4.5リバウンド3.2アシスト0.7スティールを記録した。フィールドゴール成功率50.5%、スリーポイント成功率42.6%、フリースロー成功率92.8%で、 史上8人目となる50から40から90クラブを達成した。フリースロー成功率1位も獲得した。2019から20シーズン開幕前の2019年7月、サイントレードでインディアナ・ペイサーズに移籍し、ペイサーズと4年8500万ドルで契約した。ペイサーズでは、シューティングガードにビクター・ウラディポ、ジェレミー・ラムがいることから、 ポイントガードとして出場するようになり、アシストが大幅に増えた。シーズン中断中の2020年6月25日、新型コロナウイルスの検査で陽性が判明した。このシーズンは54試合に平均30.9分の出場で16.5得点4.9リバウンド7.1アシスト0.6スティールなどを記録した。2020から21シーズン。 2021年4月29日のブルックリンネッツ戦で右ハムストリングを痛めてその後10試合を欠場した。レギュラーシーズン9位でプレインゲームから復帰したが1勝1敗でプレイオフ進出を逃した。このシーズンは56試合に平均34.5分の出場で21.2得点5.3リバウンド5.9アシスト0.9スティールなどを記録し 平均得点は初めて20点を超えた。basketball-reference.com ありがとうございます。